百足違い。山本周五郎作。一。江戸の神屋敷へ着任した、明重又四郎は、その当座、かなり迷惑な思いをさせられた。用もないのに、いろいろな人が話しかける。役部屋にいると、覗きに来るものがある。御殿の出資にも、退質にも、歩いていると、 通りすがりの者が、すれ違いざま同伴者に、あれだあれだ、あれだよ、ムカデ違い。などと囁く。するとその同伴者が、あれかえへえ、そうかえあんな男が。などというのが聞こえるのである。また彼は、勘定所出資であるが、それとは全く関係のない役所の、武行とか、元締めとか、頭取りなどという人たちによく呼ばれた。 別紙で用事があるわけではない。見るような見ないような、さりげない妙な目つきでこちらを眺め回し。国元の方はどういう具合のものか。そこはいろいろと何もあるだろうが、自分も一度は行ってみたいと思うが、どんなものか。まるでぐりもつかないような質問をして、それから何やら一過言めいたことを述べて、ではまた。などというのが終わりであった。 勘定書は、老職総務部に属し、政治の監査と、藩主の諮問機関を兼ねている。又四郎は、その記録係の責任者であるが、五人いる課料たちからも、当分の間悩まされた。彼らは、それほどひねくれた人間ではないらしいが、課料根性は多分にあった。又四郎が何か命ずると、実に巧みに、わからない風を装う。ほう。 どれそれを、はあ、何ですかこんな具合に聞き返す。何度も聞き返し、お互い同士で目を見交わし、首をひねり、また聞き返して、ようやくわかると、はあ、そうですか、そういうことですか、それでわかりました。そして、なんだ、という顔をするのであった。総務部では、5日に1回ずつ、重心の寄り合いがある。 これは条例の裁かいのようなもので、連の代わりとか、何か重要な懸案のない限り、雑談をして、2時間ばかりで解散になるが、その時は勘定書の書くかから、司書と呼ばれる責任者が出て、それに加わる。ただ売席するだけで、大抵お偉方のつまらない座談を聞くばかりだが、ここでもまた次郎は、随分辛抱しなければならなかった。 重心たちの多くは、四十から六十くらいの甲羅を得た連中で、みんなかなり厚かましい。それらが、多かれ少なかれ、また郎に興味を持っているらしく、誠に益もないことを話しかける。お前のことは知っておる。うん、また郎か。なかなか人物だということだが、慢心はいかんぞ。人間万事、安心は良くない。だがまあ、なんだ。うん、遊びに参り。 一つ精を出すんじゃな。はっはっは。国元と江戸とは違うて、江戸というものは、そこは一概には言えないけれども、これを要するに、国元とは、格別なもんじゃ。論より証拠、江戸は天下のお膝元じゃ。はっはっは。そしてしまいには、遊びに参れという、中島中左衛門、倉重六郎兵衛、梅長千助、大井倉之助などという人々が、 中でも、何々じゃはははという暮らしげろうと、しきりに話の中へ、うん、を入れる、埋めながろうが厄介な存在であった。以上は勤め関係の方であるが、これは時期が経つに従ってこちらも慣れ、先方の好奇心も減退していった。しかし、寄宿先では別に、それ以上に困惑すべき相手があって、 またしろうの立場としては、相当程度に値を上げざるを得なかった。というのが、彼にはまだ住宅がないので、五条作材門という勘定奉行の家に寄宿した。お小屋が飽き次第移るはずであるが、飽きそうな住宅もなさそうだし、二十六歳の一人者なので、当分は五条家に置かれるものらしい。もっとも、母もやとは別棟になった。 茶室のような離れで、食事も運んできてくれるし、身の回りの世話はすべてやってくれるので、その点はまあ、便益があった。五条家には、定次郎という男子と、三重という重力になる娘がいた。定次郎は学問好きで、顔が合うと挨拶するくらいだし、作材門は、これはもう感情一方の、家人と話をする暇もないという人で、 どちらも彼とは、ほとんど関係がなかった。しかし、主婦の元女と、三重、中仲んく三重であるが、この令状は、また四郎が在宅する限り、そばについていて離れない。出資の時、退室の時の着替え、食事の上げ下げ、すべて彼女がやってくれる。夕下の後で、ごめんあそばせ。などと言ってきて、はじめは、 母親も一緒だったが、こちらが断りを入れなければ、十一時でも十二時でも話し込んで帰らない。これには、また城は正直のところ兜を脱いだ。私、あなたのことをよく存じ上げていますわ。いろいろなことを。これであなたがうちへいらっしゃると聞いて、飛び上がって喜びましたの。むか。いいえ。 秋茂又四郎様がいらっしゃる。まあ嬉しいって、本当に飛び上がって、喜びましたのよ。そもそもから、そんな調子であった。二。三つ絵は、背丈は高くない。五尺そこそこであろう。だが、それほど小さくは見えない。腰回りが格好よく発達している割に、手足の先が締まって小さく、頭部も小さく。 その頭部にある目鼻立ちが、また中央に寄っている。悪口を言えば、鎮駆者的であるが、褒めて言えば、愛嬌たっぷりで、特に目と唇が吸い付きたいように愛らしい。ちょっとお立ちになって、ちょっと、何もいたしはしませんから。ねえ、お立ちになってよ。彼を立たせて、自分が脇へぴったりと身を寄せて立って、振り仰いで、 目を丸くする。まあ、随分違うのね。秋繁様は、お立派ね。わたくし、こんなにちび、恥ずかしいわ。要するに、背比べで、また素人としては、腐らざるを得ない。背比べだけではない。足と足を押し付けて比べたり、手のひらと手のひらを合わせて比べたりする。これを、くたびとなく繰り返して、その度に、 目をくるくるさせて、まあ、驚いた。と言って、顔をキラキラさせるのであった。一体、江戸では、子女の教育方針について、どのような基準があるのであろうか。また郎は、しばしばこう思ったくらいである。私千本松のお話、知っていますわ。ある夕戯の時、休児をしながら、三枝がこう言って、肩をすくめて、 くすっと笑って、いたずらそうな目で、こちらを見た。三月経ってから、いらしたのでしょう。お馬周りと、故障組の喧嘩に、両方から30人ずつも出て決闘をしたんですってね。あなたはその時、三月も経ってから、ほほほ。たもとで口を押さえて笑うので、また城は無前として、食物を噛むのをやめた。 何か起こることがあっても、あなたはその時は我慢なさるのですってね。随分我慢して、そうして、相手が忘れた頃になって、我慢が切れて、それからお怒りにいらっしゃるのですってね。私、ちゃんと聞いてますわ。いや、そうではないのです。その時は別に怒りに行くわけではないのです。あら、私、聞きましたわよ。ご伝で,です。 そうではないのですよ。では、ではその時、三つ絵は、大いに興味をそそられるらしい。その時、怒らないで、何をしにいらっしゃいますのそこは、それは、簡単には言えません。しかし、茶をください。また郎は、かろうじて体をかわすのであった。だが三つ絵は、一般よりも好奇心の強い性分らしく、 こちらが体をかわそうと、帰り見て他を言おうと、めげずたゆまずつきまとい、絶えず新鮮な愛らしい表情で話しかけ、質問を繰り返した。ほほ、ごめんあそわせ。あなたには、むかれ違いというあだ名があるそうですけれど、それはどういうこじから出たのでございますかう、私は、それは。 もしかしたらそれは、ムカデとゲジゲジをお間違いにでもなったんですかこの時は、彼は娘の顔を見た。あなたはその、大変、いろいろなことをご存知のようですが、一体、そのどこから、うどうしてそんなことを知っておいでになるのですかあら、もちろん、赤い様から伺ったんですわ。関屋様や、 もろき様からも、三人とも、ご親友なのですってね。ご勤番中、たびたびいらしって、秋茂様のお噂をよくなさいましたわ。ですから、この神屋敷で、あなたのことを知らない方はないでしょうけれど、一番よく存じ上げているのは私よ。私、何もかも伺いましたの。お三人が同じことを、ごたびおっしゃるまで、許して差し上げなかったのですから。 マタシロウとしては、挨拶の言葉に窮した。赤い騎兵関谷健之介、諸木文造、三人とも一応親友である。彼らは三年前に江戸詰めになり、マタシロウと入れ違いに国元へ帰ってきた。彼らはマタシロウのことをよく知っている。彼らが三人で話したとすれば、中んづ 赤い騎兵は、話を面白くする点で、達人とも言うべき才を持っているから、これはもはや、じたばたしてもしようがない。そうか。うぅ、赤いのやつが。それでわかった。う,うよくわかった。彼は納得をしてうなった。着任以来、周囲の人々が、なぜあんなに自分に関心を持ったか、関係もなく、用もないのに。 なぜ人が自分を読んで話しかけたり、つまらないような質問をしたか、初めてまたしろうにはわかったのである。むかれ近いというのはですね、それはご殿です。ようやくすると、私に関する話は、うう、害して、そういう風うに誤って伝えられているようで、多少はこれは迷惑なんで。あら、間違いですのあら、嫌だ。 間違いでしたのまあ、嫌だ。三つえは、愛らしく目をくるくるさせる。では、ムカデ違いの、どこが違いますの本当は、何違いなんですのう,うそれはですね。ムカデではない、百足。それは、多分その、字、手紙か何かで間違えたと思うんですが、ムカデではなく、百足違いというわけです。 あら、嫌だ。どうしましょう。ほほほ。すると、かけっこでもなすったんですのね。いや、そうではないのです。かけっこではない。う,う、しかしこれは、またいつか話します。まだしろうは、手の甲で、額の汗を拭いた。いつか話す。彼の本心としては、逃げを打ったのであるが、そんなことで、はぐらかされる相手ではなかった。 膝詰めである。うっかりすれば脇の下をくすぐりかねない。こういう点にかけては、由来、男は女性の敵ではないのである。という次第で、またしろはやがて自分の老いたちについて、三つの満足するまで話さなければならなかった。彼の父は、秋茂また左衛門と言って、身分は寄り合い。 運上書元締めをしていた。又四郎は、父が四十歳の時生まれた一人息子である。又左衛門は、稀に見るせっかちな人で、せかちぼ、というあだ名があった。せっかちんぼ、というのを縮めたものであって、筆教するにあだ名まで縮められるくらいせっかちだったわけで、そのために、いろいろと失敗をやり、後悔することが多かった。 これではいかん。絶対にいかん。またざいもは、またしろが生まれたときに、その赤子の寝顔を眺めながら考えた。せがれだけは、沈着な人間に育てよう。気の長い、むしろぐずなくらいな乳母を探して与え、5歳になると早速、大巨寺という禅寺へ預けた。と言っても、坊主にするつもりではない。寺の十字の石灰和尚に、 養育を頼んだわけである。お生はその時、六十七くらいで、信じられないくらい肥満し、いつも酒の匂いをプンプンさせていた。若い頃、市内渡り、広東、昭州の雲門山で二十年も修行し、その道では人がよもやと思うくらいの鹿だという。多分そのためだろう。俗眼で見ると、徹底的な怠け者で、年がら年中、 何にもしない。段家の人々が、お説法を聞きたいと言ってくると、ひじ枕で寝転んだまま、こう答える。人間は、死ぬまでは生きるだよ。何にも心配することはねえだよ。そうして、酒臭い月報をするだけである。また、不幸があって招かれても、決して行かない。信じめえば、それでお使命だよ。オラが言っても安めえ、昭和命。 いや、まあ、お伏せでも、たんまり持ってくるだね。お釈迦様の方へは、オラがよろしく言っとくだから。お勤めなんぞはしたためしがないし、法要があっても、自分ではお経を読まない。お経は、難しくってねえよ。そのうちに、読み方習うべえさ。こういうのが常のことで、さすがに本場修行だけのことはあると。 段家の人々は舌を巻いて、信仰ますます熱いということだった。またシは、そのお章に預けられたわけで、お章としては、またザイの頼みの周囲をよく了解したらしい。それに、どうやらまたシが好きでもあったと見え、そのクいくぶりには、かなりな程度まで身を入れたものである。せくごたあねえだよ、せくごたぁ。ドタバタしたってよ。 春が来ねえばさ、花、魚へ忠んだ。落ち着くだよ。それから哲学を述べた。世の中、すべて、三立てば。肘枕をして、こういうのである。天地人で三葉。人と水と空気。この三が集まってできたが、三前世界だ。飯を食うにゃ、禅と茶碗と箸。 天には人、月と星らべさ。人間は、カンコンそう。男と女が夫婦になって子が秀でるだ。作るものがいて、売るものがいて、買うものがいる。顔には目と鼻と口と、耳はこりゃ別だれば耳なんぞは、こんなもなへ平あるからあるようなもんの。まあそりゃ。 あればあるで、まあいいけれども。まあ、そういったわけのもんだ。人生、すべてさんという説。これをまたしろうは、お首の出るほど教え込まれた。この世には、いい、男が本気になって怒こるようなことから一つもねえだよ。怒こると、人の像がくたびれるだ。一度怒こると時間にして、 一時が命を減らすだ。オラが商人。怒りっぽい人間は、みんな早死に立てば。愛の手に、土瓶の口から冷酒を飲む。もちろん横になったままで、それから月をして、いじ枕の腕を変えて、ということは寝返りを打つわけで、今度はまた城の方へ巨大な背中を向けて、あくびをして続ける。 どんなことがあっても、ええ、怒るじゃあねえ。仮に誰かがおめえをぶっくらわすとすべえ。何にもしねえによ。いきなりぶっくらわされるだ。そんな時でも怒っちゃあなんねえ。ええ、けえって、三日我慢するだ。いいだな、三日。それでもまだ腹が収まらねえだら、三十日我慢するだ。 三十日して腹が言えねえだら、三月よ。それから三年まで我慢してみて。それでもまだ承知できねえ時は。そん時は行くがいいだ。そのぶっくらわしたものの時計よ。なあ、そいつの時計へ行って聞くだ。どうしてあの時、オラをぶっくらわしたか。その根端が聞きてってよう。オラが承認。 それで提言のことは収まるだよ。三。何事にも我慢。せくな騒ぐなジタバタするなという。三日三十日、三月三年。ここでもまた三つなぎの諸生君を骨の髄まで叩き込まれたのであった。雲海和尚の養育法による効果であるかそれともまたしろ自身に、 そういう素質があったものか、やがて彼には、百足違い、という定評がつけられた。世間でよく、一足違いだったね。などということを言うが、それが彼の場合はいつも、百足違う、というわけで、詰まるところ間に合わない、用が足りないという意味なのである。彼は12歳の時、赤い騎兵に鼻をねじられた。 遊び仲間の少年たちの見ている前のことで、彼はある程度以上に恥ずかしかったし、かなり屈辱的な感じを受けた。だが、彼はお正の教訓を守った。そうして三年我慢した上、なお、承服しかねたので、気兵を訪ねて質問した。お前、どうして俺の鼻をひねったのかねお前の鼻を、俺が。気兵は目を丸くした。 一体それは何のことだ何のことかわからないから来たんだ。またしろうは、無論真面目である。騎平は彼の言い分を聞いた。そして、それが今から3年前の、みんなで竹馬遊びをしていた時のことだと説明されてびっくりし、今日まで我慢したが、どうしても堪忍できない気持ちなので、やむなくその意趣のほどを知りたくて来た。と聞いて、 もう一度びっくりした。義兵はうなった。鼻をひね、鼻をひねったことはよくは覚えていなかったが、今でもまたしろうのにえきらい、今でもまたしろうの煮えきらない態度には、イライラさせられているので、そのくらいのことはしたかもしれないと思う。だが、それを我慢に我慢した上、三年も過ぎた今日になって、その意思を聞きに来たとは。 その意志を聞きに来たとは。気兵はうなり、感に耐え、そうして、またしろの前に頭を下げていった。俺には意志も何もない。そんな記憶もない。だが多分、お前の鼻をひねったことは本当だろう。勘弁してくれ。俺はお先走りの軽薄者だった。これからは気をつける。そして、お前の友として、恥ずかしくない人間になってみせる。 諸木文造や関や健之助とも、ほぼ同様な行く立てがあった。そうして赤いを入れてこの三人と、親友の誓いを結んだのである。次に、専門末の件であるが、またしろうが19歳になった時、馬周りの青年たちと、彼ら故障組との間に紛争が起こり、それが景気よくこじれて、ついに両者の団体的決闘ということになった。 明日の朝5時、明日の朝5時、亀島の千本松へ集まれ。またしろは、こういう伝達を受けた。理由も経過も、概略分かっていたが、彼はとりあえず、熟慮に取り掛か,かった。当時すでに、父は亡くなり、母一人、ご一人であったが、もちろんそのために、同行というのではない。雲海和尚の教訓を実践したわけで、 しかし、ことがことであるから、他の場合ほど時間にゆとりがなく、見つき目になって断行の決心をした。そこで、入念に身支度をした上、赤い気兵のところへ出かけて行くと、気兵は喜んで、おおしばらくだな。どうしたなどと、のんきなことを言った。うん、決心がついた。俺もやるよ。俺もやるって、何を 何をって無論千本松の検査。馬回りの連中と、霊のことをやる検査。お前、知らないのかえっと、まあ、書けないか騎兵はこう言って、自分から縁側へ腰をかけた。またし郎は聞いた。霊の集団決闘は、三月前に住んでいた。両方に三、三四人ずつ、負傷者が出たところを、 両方の試合役が馬で駆けつけて中止を命じ、両方とも死亡者は50日、他の者は30日の禁止という罰を食った。気兵は死亡者の一人なので、このほどようやく禁止が解けたところだ、ということであった。その時またしろうがどんなに当惑したか、それは彼自身より他に知ることはできない。気兵の話を聞き終わると、 彼はややしばらく何か考えていた。すると、あれだね。う、つまりもう、みんな住んだわけだね。まあ、住んだわけだね。すると、つまり、もうその、千文松へ行く必要は、う、ないわけだ。まあ、そうだろうね。またしろは、そろそろと、縁側から腰を上げた。 だが、そのまま帰るのも具合が悪い。儀兵は気まずく思っているかもしれない。そこで眺め回すと、赤いのゆず、と言われるくらい大きなゆずがたくさんなっていた。木が大きいので枝も高い。また城は救われたように微笑して、そっちを指さしながら聞いた。あのゆずは、取るときには三股で取るかねそれともまた、はしごなどをかけて、 だが、気兵はもう、そこにいなかった。またしろうは、しばらく待ってみた後、漠然と、わがれの身振りをして、赤毛を辞した。そうして門外へ出ると、そこで、つくづく炭じたのであった。みんな、忙しいことだな。またしろうが、身の上話をここまで進めるのに、約一年の時日を要した。 無論この間ずっと三つに特例されてのことであるが、話がここへ来た時、三つ絵はまいのことながら、目をくるくるさせて、缶に打たれてかなりだ程度、情熱的に膝をすり寄せた。私、あなたのこういうお話、大好き。胸のここのところが熱くなってきますわ。それから、どうなさいましたの驚いたわけです。手の甲で、 額体を吹きながら彼は言った。何しろですね、私が熟考している間に、彼らはというと、すでに団体的決闘をやり、支配役に差し止められ、処罰され、死亡者は五十日の謹慎を命ぜられ、その謹慎も終わっていた。こういうわけでしょうこれだけのことがですね、私の熟路している間に経過し完了していた。要するに、私としては驚いたわけです。 私、赤井様たちの方が、もっと驚きになったと思いますわ。きっとそういうところから、百足違いなどということが出たんですのね。つまり、彼らとしても、そのくらいのことを言わなければです。うん、そこはやっぱり、腹が収まらなかったでしょうな。同じような例はいくらでもある。しかし、それを紹介する糸間はない。 彼は悠々と成長していった。三つなぎの処政法は確かに一徳があって、この教訓を守る限り、彼の場合には、紛争も喧嘩も起こらなかった。その点は証明してもいいけれども、反面には、不都合がないわけでもなかった。というのが、友達や周囲の者は、それだけの才もあるのだろうが、ずんずん出世していくのに、またしろ一人だけが、またしろ一人だけは、 いつまでも平野古生組で、誰も引き立ててくれるものがない。身分は代々の寄り合いで、科学は相当なものだし、食録も四百国余り、祖父は勘定奉行を務めた。父の又左衛門は、せかちぼのため、運上元締めで終わったが、彼は沈着大戦としている。親類の中には重職もいるので、そこは何とか考えてくれるはずなのに。 誰も手を差し伸べてくるものがなかった。みんなは俺を忘れているのかもしれない。またしろうはこう思った。母もそこが心配だったと見え、もっと親類や権威筋へ顔出しをするようにと言った。彼は母の中言をもっともであるとうなずいて、それぞれ思わしい方面へできるだけ顔出しをするように努めたのであるが、 統合したところは、松家お金城を知ったのが、収穫といえば、唯一の収穫でしかなかった。あら、ちょっと、ちょっとお待ちになって。この話の時には、三枝はやや色をなした。それは一般に、若い妻が、夫のポケットから、女名前の手紙を発見した時の挙動に似ていた。その、ね金という方、んですの 女の方なのでしょう。どんな方もちろん若い方でしょう。お綺麗に違いありませんわね。ご親類とか、いとことか、あなたとどんな関係が終わりですのそれはです。待ちかねえではないのです。正確には松井へお金というのですが、この人については、うん、また次に話すとしましょう。ともかく、各方面へ顔を出してみた結果、 人々が彼を忘れているのではなく、彼が百足違いであるために、誰も責任を負って推薦する勇気がない。ということが分かった。彼は間に合わない。用が足りない。こういう定評があり、しかも現に幾多の実績を持っている。というのは、続めて言えば、三つなぎの書政法によるのであって、ここにおいてまたしろうとしては、ある程度の義苦を持たざるを得なくなった。 そこで、大巨寺の石灰和尚を訪ねて、その点を叩いてみた。和尚はすでに、八十八歳になっていたが、ますます健康で、火に二章の酒を飲み、冬は獅子、鹿の類、夏は濃いうなぎを欠かさず食べ、相変わらず、宝章に寝そべって、肘枕をしながら、酒臭い息を吐いていた。あれほどオラが教えたによ。う。 もうそんななことを言ってくるようじゃ、しゅわんめいじゃお正はこう言って、げっぷをした。それが、へえ、じたばたのせかせか中んだ。みんなが出世する。したかするがいいだ。何、かまうべえ。みんなはみんな、おめえはおめえよ。人それぞれ、世は様々。ょうもいれば、顔吐きもいるだ。 桜の枝に言う顔は、それはまあ、鶴を絡ませれば桜だけれど、梅の枝ねや、ひい、桃は咲かねえもんだよ。ではその、そういうことでしたら、従前通りやっていて、いいのでございますかほら、合商人、それでいいだともさ。それからお正はこっちを見て、こっちの顔を珍しそうに眺めて、 そうしていった。まあ、なんだ。三十まじゃ我慢するだね。嫁っ子をもらうも、出世をするもよ。おめえの顔に、そう出ているだ。こりゃあ、へえ、争えねえこんだからね。え、そうすりゃあ。四。身の上話が表し終わったのは、二年目に近い頃であった。 もう一度お聞かせになってよ。三枝はそうせがんだ。彼女は前にも赤井や関谷や諸木たちに、またしろうの話を各自に五辺ずつ話させたという。これは母の体内から持って生まれた性癖らしい。一種の不可抗力なので、またしろうもやむなく補足的にもう一度身の上を話した。彼は今度は、 前の時より時間をかけた。それは、松井へお金の件にかかる前に、江戸金盤を終わるようにしたかったからである。役目の方は依然として、かもなく不可もなく、平々ぼんぼんたるものであった。過料の者たちは意地悪をしないが、それはする張り合いがなくなったものらしい。重心連中も、もう呼びもしないし、話しかけもしない。 遊びに参れなどとは誰も言わない。名所見物などもしたいとは思うが、一人では気が進まないし、誘ってくれるものもない。そこで、自然三恵城のトリコになる順序なのだが、彼に対する三恵の関心、ないしその虚素言動は、いよいよ親密になり、時に甚だ農園を呈するようになった。私、あなたのこと、を、 すっかり知りたいんですの。何もかも、これっぽっちのことも残らず、ありったけ知りたいんですの。こう言うかと思うと、またうっとりとしたような目で彼を見上げ、体中が甲骨となったような小姉で言った。私たち、もう身も心もぴったりと一緒ですわね。こういう表現は、どちらかというと穏やかでない。 また素人としては、できるだけ無邪気な角度で、受け入れることに努めているのだが、それでもかなり、たじたじとならざるを得なかった。だが、もうしばらくの辛抱。彼はこう自省した。禁番の期限は、もうすぐに切れる。もう少しの辛抱。それまでは、ことを荒立てる必要はない。相手もまだ、 わけのわからぬ娘のことであるから。こう思っていたのであるが、驚いたことには、29歳になる藩主のそばへあげられ、御用係心得を命ぜられた。これは、妙な人事であった。その藩の職性によれば、勘定所出資は、奉行役方面へ進むはずで、御用係は、全く系統外れである。彼としては、 かなりな失望であった。もしかすると、人違いではないかと思い、事例の出たとき、当該領職に聞いてみた。うん、わしもその点、ちょっと気になるのだが、梅永千助郎も、腑に落ちないような顔をした。しかし、ともかくも、これは上位である。うん、上位であるからには、そこは、その、そこはともかく、お受けをして。 万一その間違いであったならばだ。その時はまあその時。わしも多分、殿のお考え違いだろうとは思うが、まあ、しようがないだろう。はだ、心細い挨拶で、梅長老職にすれば、そんなことは、どっちでもいいじゃないかというわけらしい。これは驚いた。せっかく勘定書の師匠までこぎつけたのに、また新規巻き直しとは驚いた。 またしろは、ここでもう一度、石灰和尚を恨めしく思い、三つなぎの諸く君に器具の念を抱いて、一人、こうつぶやいたくらいであった。ことによるとあれは、単におせっかいな坊主だったのかしれない。ところがただ一人、五条家の三重城だけは、意見が違っていた。彼女は喜びのあまり興奮し、母と自分の心づくしであると言って、 お頭付きの善に酒を添えて祝ってくれた。いよいよご出世の時が参りましたわね。ご用係といえば、殿様のお蕎麦勤めでしょきっとすぐお目に留まって、大事な役を仰せつけられるに決まっていますわ。あなたは何もご存じないのです。彼はこう言いかけた。しかし、弁解しても無駄だと思い、ため息をついていった。 しかしまあ、とにかく、それはそれとして、私はこの秋には、国元へ帰れると思っていたんですがね。あら、どうしてですのどうしてって、だってこの秋で、金満の期限が、私は切れるんですから。あら、そうすればそれで、お帰りになるんですのだってそれは、どうしてですかどうしてって、何がどうしてですの三重は、 頬を赤くし、愛らしい目をいっぱいに見開いて、真正面から真剣に、こちらを見守った。またしは窮した。この種の含みのある言葉のやりとりは、彼には元来が苦手である。それで、さりげなく話題を変えようとしたが、女性の敏感で、いち早く三重は、その先手を打った。だってもしあなたが、予定通り、帰国なさるおつもりなのでしたら、 もうあの話を父か母にしてくださっていなければならないはずですわ。あの話っていうと、つまりそれは。もちろん、あの話ですわよ。嫌ですわ。ご存知のくせに。こう言って三枝城は、もう何割かしら、頬を赤くした。また城は、彼女のほのめかつものが何であるか、おぼろげに了解し、これは比較的に言って、 問題が軽くない、と思った。しかし、彼はまたすぐに、かかる先くぐりが、相手を侮辱するものであることに気づき、非常な勇気を振るい起こして反問した。間違ったら、その、お許しを願いたいのですが、その、ですね。今の、そのお話というのは、つまるところ、縁談のような、ようなではなく、縁談ですわ。 三つ江城は喧かにはっきりと答えた。父は存じませんけれど、母はもうずっと前からお待ちしています。私からおよそのことは言ってあるのですから、もう一年も前でしょうかしら。ちょっと待ってください。どうかちょっと。まだ城は老狽し、当惑していった。どうも私には、どこでそんな、いつそんな具合に、その、 なったものか。その点がよく記憶にないのですが。ですね。つまり、うはっきり申し上げますけれども、要するに私には国元に約束した人があるのです。まあ。まあ。三つ絵はその目をくるっと回したが、それはいつものように愛らしくは見えなかった。お約束なすったってあなたがですか お国元で。まあ、驚いた。私、初めて伺いますわ。ええ、私も、話すのは、これが初めてです。だって、だって、まさか、あなたが、まさか、三つ絵は、座り直した。いいえ、では、伺いますわ。そのお約束なすったというのは、どういう方ですのお名前は、なんとおっしゃいますの どういう人かということは、ちょっと説明に困るんですが、簡単に言えば、老職の娘でして、名は、松家お金というのです。まあ、どうしましょう。まあ、町金様とかなんとかって、あんな方とですのあなたは、ご存知なのですか、あの人。知っていたら、ここでこんなことを言ってい,いはしません。 まっすぐに言って申し上げますわ。でもそれは、そのお約束はいつなさいましたのその方、今、おいくつなのですかう、それはです。約束したのはですね。それは今から、丸七年前。まあ、丸七年もですって。私が二十二、その人がそうです。私より一つ上で、二十三の時でした。 そうすると、その方、今はちょうど。三つ城の顔が、言いようのない柔らかさを帯び、その目は再び、愛らしい色に包まれた。そうして今度は恩がな、落ち着いた表情で、むしろ、憐れむような眼差しで、彼の説明を聞いたのである。彼は前にも記したように、母の勧めもあり、 彼自身も発奮するところあって、有力な親族や各方面の権威筋へ、しきりに顔出しをして回ったとき、松家各兵という老職の家で、その家の次女のお金にあった。松家は、小沢さんで五男四女あったが、その中で養殖と歳を兼備したのは自分一人だと、お金城は彼に打ち明けた。どうした順序でそんな話に進展したものか。 やがてお金城は彼に結婚の要求をした。三つ絵のように含みやほのめかし抜きの、言ってみれば膝詰め断反であった。ではとにかく、母に相談しまして。また城はこう言ってその場を脱出した。なぜかなら、その時彼は石灰予嬢から、三十まで、すべてを待て、と言われていた。 嫁取りも出世も三十まで我慢しろと人相に現れているというのである。そこで適当な時間を置いてお金城を訪問し、各々であるからと理由を述べた上、三十になるまで待ってもらいたいと条件を出した。お金城はいささかの躊躇もなく横託し、かなり積極的な態度であでやかに微笑し、釣り寄って彼の手を握った。 私、あなたをお信じいたしますわ。殿方は、お信じしないことにしているのですけれど。でも、秋重様は、お信じいたしますわ。あなたは、他の方とは、どこかしら違っていらっしゃるのですもの。ええー、お待ちしますわ。すっかり聞き終わってから、三枝は優しくうなずき、弟をいたわるように微笑した。そして、 その方とは、その後もずっと、お便りを交わしていらっしゃいますの頼りですってい,いえ、頼りなんて一度も。しかし、どうしてですいいえ、何でもございませんわ。三つは、優しい目で、彼を眺めた。来年は、三勤のおとまですから。あなたも殿様のお供で、国元へお帰りになりますわね。その時その方を、訪ねていらっしゃいませ。 私には、およそ想像ができますけれど。でも、あなたご自身で、その方がどうしていらっしゃるか、ご覧になるがいいと思いますわ。ええ、それは、それは必ず尋ねます。またしろは、かなりはっきりとうなずいた。他にも用のある人間がいるんですから。ご。他にもって、まだ約束した方がいるんですの いや、そうではないのです。まるで違う。その、要するにですね、三年前の、いろいろと。しかしこれは、また後で話します。どちらでも、お好きなように。三つはこう言って、変然と微笑した。それから、申し上げておきますけれど、町金様がどんなになっていらっしゃってもですわね。江戸には私がいるということ。 お忘れにならないでくださいましはあ、それは。うん、承知しました。きっとでございますよ。彼女は一種の動作を起こそうとしたが、それをやめて、睨むだけにした。ことによると、松家お金城と、同一の行動に出ようとしたのかもしれない。また城は眩しくなって、庭の方へ目を逸らしていった。さらさら、 夏になる模様ですね。それから、年を超えて三月になるまで、三江の彼に対する背あぶりは、これまでとは一段と技巧を凝らしたものになった。ある期間は、母親のように至れり尽くせりで、痒くないところまで手が届く、痒くないところまで手が届くような趣向きである。が、他のある期間はそっけなく、冷ややかで、 大変済まして、つんと気取ってみせる。あら、そうでございますかそれなら多分、そうでございましょう。などと言って、きちんと正面を見ている、といった調子であった。するとまた、どんなからくりになっているのか、急になれなれと親切になって、目尻でじっと、こっちを見たりする。秋茂様がいらっしゃったとき、三つ絵は十六でしたわ。 あれから三年。私もう、八ですわね。わたく私すっかり、おばあさんになってしまいましたわ。十六から、丸三年経っている。それで十八という感情は、ちょっと腑に落ちなかった。しかし、あえて意義を立てるにも及ばないので、またしろうはその時は、考えありげな顔をして、早いものですね。と、答え。 なんと無邪気な娘であろう、と思うのであった。翌年の三月、藩主摂津の神春沙田の友をして、秋茂又四郎は足掛け五年ぶりに帰国した。三人の親友や親類知人たちの歓迎のありさまは省略する。ただ、親友や知人たちの多くがそれぞれ出世していること。赤井も関屋ももろきもすでに結婚し、 関谷には男の子、諸木文蔵は女の双子をうけたこと。そして、大巨寺の石灰和尚が前の年の冬に大王城を遂げたことなど、いろいろ思いがけない変化を聞いたことは収穫であった。そうかね、大巨寺の和尚は死んだかね。またしろは少しばかり失望的な感じを受けた。彼としては、 今度は多少強硬に文句が言いたかったのである。あんな大王女は、まず古今絶無だろうな。赤い騎兵が、こう話してくれた。何しろもう九十という年でさ、毎日酒を二章五号は欠かさず飲んでいた。相変わらず何にもしない。お経も読まない。法上に寝転んで、肘枕をして、一日中酒を飲んで、 いつ病気になったか誰も知りゃあしない。いや、病気なんぞなかったかもしれない。ある日、寺男を呼んだ。行ってみるとやっぱり肘枕で、こう寝転んでいてだな。寺男の方を見て、ゲップと酒臭い息を吐いた。おお、おめえ、野兵か。北だかね。和尚はこう言ったそうだ。ほら、もう飽きただよ。 もう、こんねえにしててもしようねえ。すっかり飽きただから。ほら、これで、おいとまにするだから。げっぷ。段家の衆によう、そう言ってもらえてえだ。みなさん、ええ、へ、ええ、へん、なんだおうぎゃわかっただがね。そうしてだな。寺男がびっくりして、もしか病気なら、医者を呼ぼう。どこか苦しいところでもあるのかと聞いたところ。 お証は気厳そうな目をして、それからうっとりと目をつぶって、さも気持ちよさそうにため息をついたそうだ。世の中に死ぬほど楽はなきものを、浮世の馬鹿は生きて働く。ああ、いい気持ちだなあ。そして息を引き取ったということだ。また城はしばらく黙っていた。 それから、その妙な陰道のようなもの、段家のものに伝えろと言った、ええ、へへへん、なる言葉には、一体どんな深淵な意味があるのかと反問した。それがさ、そこには色い々ろいろ説があるんだが、騎兵もよくわからない様子だった。ボンゴだろうというものもあるし、ではの国の山の奥の方言で、こんにちは、ご機嫌はいかが、という意味だというものもあるんで、 あの和尚は普段いろいろな土地の方言をごたまぜに使っていたし、どうも後者の説の方が正しかろう。まあ一般にそういう解釈の方へ傾いているよどちらにせよ、また四郎には関係がないことらしい。彼は無然として自分一人いい心持ちそうに大王城を遂げたという石灰和尚に対して密かに反感を抱いたのであった。 お前、嫁の話があるのだけれどね。母親は、しきりにそのことを持ち出した。彼には彼の放寸があるので、その話は少し待ってくださいと言い。人を落ち着きすると、帰国の目的であるところの、かねての検案に着手した。彼はまず、手帳を出して調べた。足掛け5年前に、彼は5人の相手から、不当の侮辱を受けた。 それを左に適用すると。一、菅野様之助、上大画廊三男、忘年忘月忘日、囚人菅氏の中において、突然世に向かい、俺の履物を揃えろ、と言い、世が欲せざる胸を述べるや、偉そうなことを言うな、と、ののしり、なお、味噌汁で顔を洗って来い、などと長老せしこと。二、 大村田殿内、槍組番頭。亡年亡月亡日、下場の途中において、酔いに常時、同伴者に向かって、あの百足違いの頭が、どんな音を立てるか掛けをしよう。と言い,い、世の迷惑をも帰り見ず、右手の弦骨を持って、世の前頭部を殴出し、同伴者より掛け金を取得せしこと。三、唐川雲蔵。 年寄り役、雲兵殿長男。忘年忘月忘日。上中めの間において、支配役その他の同席するにもかかわらず、無能も明けしげぐらいになると、淵盗みに近いですな、と、方言し、同席者と共に、大いに交渉せしこと。四。カルガ油兵士。鉄砲足軽組頭。忘年忘月忘日。 大手門外において、世の頭上に稲子を止まらせ。ほれ見ろ、こうしてもこの人は怒らない。と、組下の者どもに言い、さらに外稲子を世の襟首の中へ入れて、こうしたって怒らない。と、者どもを振り返り。だが、これは忍耐強いのではなく、頭痛なしというものである。お前たちも、決してこうなってはいけない。わかったな。こう言って、 要教会の実物見本に接しこと。五、音と平吾、お馬や奉行、次男。某年某月某夜。老食、かの姉祭の新宅祝いの宴席において、平吾は世の全部より、百足違いに鯛などは贅沢だ。と、称して、焼き台を横領。これが代わりにごぼうを入れ、これでよく似合う。 空うそら嘘吹きしこと。右のごとくであった。以上の他に、十数件あるが、三年以上我慢して、どうしても腹に据えかねたのが、右の五つだった。しかも今や、石灰ょうはいない。汚章は、ええ、へへへん、と言って、この世を去った。もはやまたしろは自由である。ひとつ、官能から、うん 初めてやろう。身内のむずがゆいような気持ちで、彼はこうつぶやいた。かんのは、今でも城代画廊をしているが、尋ねて行くと、様の助はすでに分家して、桶屋町に住んでいるということだった。そこでそっちへ行ってみたが、そこは名の示す通り、職人町のゴミゴミした一角で、一口に言うと、貧民靴のようなところであり、 様之助の住居は、その裏棚の、ひん曲がったような長屋の端にあった。またシろは、ちょっとためらいを感じたが、思い切って案内をこうと、妖馬のような女が顔を出して、何の用だい陰取りなら、ゼリなんかないよ。出直しといで、チェッ、不景気な。いきなりこうあめいた。またシろはここで、自制心と、 国旗力を活動させ、生命や身分を告げた上、ようやく女の許しを得て、家へ上がった。様之助は寝ていた。枯れ木のように痩せ、青黒い顔をして、綿のはみ出た薄い布団にくるまって、はっはと苦しそうにいでいた。彼は、また城を見ると、黄色い歯を見せ、ひどくしゃがれた声でこう言った。ああ、お前。 秋繁か。聞いてくれたんだね。ああ、すまない。俺の親友。心のすぐからの友達。俺は泣けるよ。嬉しい。嬉しい。これだよ。様之助は、骨だらけのような手で合掌した。それ一まきりの部屋は、ボロとガラクタの山で、その中に、三人の幼児が、殴り合ったり、ひっかいたり、泣いたり、わめえたりしていた。 据えたような言いようのない不愉快な匂いが充満し、崩れたような壁の向こうでは酔った男がわけのわからないたわごとをダミ声で叫び散らしていた。人の面倒は見ておくもんだ。俺はお前だけにはできるだけの尽力をしたからな。様の助はなお続けていった。時に金を少し貸してくれないか。一応、いや。 三両くらいあればいい、実際。カン、カン、カン。いや、実際、あの頃は、お互いに無茶なことをしたものさ。はっ、あ、全く愉快だった。お前のためには俺は、随分と散財した。カン、カン、カン。三両なければ、二両でもいいんだが、一部でも。あとは、次でいい。とにかく俺は、お前だけは、親友だと思っているんだ。 実際、今でも忘れないが、お前の言ったことさ。う、困ったら、きっと駆けつける。看護には、世話になったからなってさ。嬉しい。お前、俺を泣かすぞ。金は今は、一部でもいい。あとはいつでも、なるべく早い方がいいが、俺は、親友の情だけにはまだ、失望していない。またしろは、束縛のものを包んでおいて、 吐きたいような気持ちでその家を出た。六。その木と。彼は赤井の家へ寄って、騎兵から様之助のことを聞いた。その話によると、様之助は一度、林和右衛門という物頭の家へ養子に行き、一子をあげたが、優等のため、離別された。次に、 越した区内、三番目に、六位で修平という具合で、養子に行っては不縁になった。その間に、川端の博打宿の女と出来、子供まであるということが分かって、父からも感動されたということであった。その女の産んだ子だって、本当にあいつの子かどうかわかれはしないのさ。何でも、半年ばかり前から悪い病気にかかって、 もう長いことはなかろうという話だが、あいつに何か用でもあるのかいいや、何も用なんかないんだが。またしろは嫌な気持ちで家へ帰った。時と場合では果たし合いもするくらいの心組で行ったのに、根も葉もない恩を着せられ、親友と呼ばれ、わずかながら金まで置いてきた。これは、 うかつには、出かけられないぞ。彼がそう思ったことに、無理はないだろう。とにかく、様之助訪問のような、苦々しい目には、二度と会いたくはない。そこで、残りの四人に対しては、一応事前、一応事前探査をやった。彼は、このことは、我ながら賢明であると思った。というのは、おとはら平壕であるが、 大うま奉行の次男である平吾は、暴食のあまり、胃が裂けて、半年ばかり病んで死んだという。また、大村田殿内は、賭け事のために抗菌を飛翔し、足軽に落とされて、酔って旧同僚を訪ねては、おい、賭けよ、明日は雨か天気かなどと言い、賭けを拒絶されると、泣いて貧丘を訴える。おいおいと泣いて、そうして、 妻が急病だとか、子供が飢えているとか、いろいろ出まかせなことを述べた上、必ず何かしかせしめて帰る、ということであった。これも、かなり危ない。この二人も、抹殺としよう。また四郎は、兵庫と伝内の名を手帳から消した。第四に、狩りが遊兵児である。これは、人を境界するだけあって。 未だに健在であり、鉄砲足軽の組頭から支配に抜かれていた。また、第五の唐川雲蔵は体操出世をし、八百国の不審奉行で美人と評判の高い妻を迎え、内服で平和な生活を楽しんでいる。これなら、余人することはあるまい。そして、またしはカリカを訪問した。 カリの家は、組屋敷の中にあり、支配役のことで、馬屋や長屋や三頭の土蔵などを用して、なかなか堂々たる構えであった。遊平寺は在宅で、すぐにまたうと客まで退座した。前より色が濃く、目がぎょろりとして、鼻の下と顎に濃い髭を蓄え、そうして、まるでどこかの屋主のように、反り返って見せた。 多忙であるからして、無駄な挨拶は抜き、簡単に用う言ってもらおう。簡単に。油平士は、冷やしを見合って続けた。これから武用食とあって食事をせねばならぬ。明日は三名のご老食に招かれておる。迷惑であるが、時間の浪費であるが、そこはやはり、簡単に、用事は何であるか、自分は多忙であるからして。 要は簡単なんだ。五年前のこと、思い出してもらえばいい。五年前のことなんだまたしろは静かに、大手門外の剣を語った。あのナゴを使った教会の剣を。カリガは、すぐ思い出したらしい。だが相変わらず反り返って、こちらを睨んで、指の先でかひ姫の端をひねった。うん、それで。 それがどうしたあれから、あれから五年経つんだが、またしろは低い声で言った。私はあの時の屈辱を忘れることができない。それで、あの時いた人間をすっかり集めた上で、そこもとに陳謝をしてもらいたいんだ。余兵士は、もう一段と沿った。嫌だ。と言ったらどうする人地獄を決めてくれればいい。 決闘か油兵士は食いつきそうな目をした。それから美化と顎のひげを動かして笑い。これは面白い。と叫び、さらに体全体を揺すって笑った。この俺を相手に、この狩りが油兵士を相手にかはっはは。盲 <laughs> 人蛇に応じず。ヤブをつついて蛇、ビ。毛を吹いて傷を求め。 飛んだ日にいる夏の虫か灯籠の流車に向かうおの。いやはや、いやはや。おかしくって、へそが茶を沸かすぞ。大役、このように長老した上、日は明後日、時刻は朝五時、場所は水車場の河原ということに決めた。そして、また城が立つと、その後ろからさも面白そうに、 次のように活発に愚弄した。命が惜しかったら断念しろ。恥は忍べるが、心霊生き返ることはできんぞ。馬鹿は後で後悔する。転ばぬ先の杖。少子千万の報復絶刀。先達の曰く。その後、大剣は大愚に似たりとか、他にもいろいろと並べ立てたようだが、 また城はさっさと出てきたので、聞こえなかった。彼がへ行った日の夜になって、彼は、からかはうんぞうを訪ねた。明日にしようかと思ったのだが、御用が多くて、抜けられなくなる恐れがあったのである。一体、御用がかり心得を拝命してから、彼はずっと多忙が続いてきた。役目は、蕎麦用人の副秘書のようなものだが、 どういうわけか、そば用人の代理のように使われ、藩主との応接も多くの場合彼が当たらされた。その時のそば用人は、やはしはやととい、大変な酒豪で、家でも役所でも酒をそばから離さない。いつも飲んで、赤い顔をして、そうして座って、居眠りをしていた。役所では、机の前に座って、 姿勢をきちんとして、目をちゃんと開いたまま、眠るのである。しばしば藩主の前でもそうやって眠る。これこれのことは、どういたしたかは、ギョの通り。では、どれそれのことはどうした誠に仰せの通り。こんな門等のやりとりがあって、藩主が気がついて、早とを連れて行って、寝かしてやれ。というようなことになる例が、まるではなかった。 そのためばかりでもないらしいのだが、ハヤトの事務は、次第にまた城が任され、ことに帰国してからは、一層その傾向が強くなった。上国の体質は、四時となっているが、三日に一度は決まって、六時か七時でないと、下場ができなかった。明後日は、狩りがと果たし合いがある。明日は、城でどんな用ができるかもわからない。こう思って、 彼はその夜、出かけて行ったのである。おう、秋茂、よく来てくれた。さ、どうぞ。か川かは,は自分で玄関へ飛び出してきた。色が白く、ぽちゃぽちゃ声、顔いっぱいに愛想のいい笑いを浮かべ、どうかすると、もみれもやりかねないほど腰が低く、自分一人で喋っては笑うのであった。江戸から帰ったというので、挨拶に行こうと思っていたんだよ。 こっちへ。どうぞ、こっちへ。ここがいいだろうどうか楽に。自分の今にいるつもりでね。構わないから膝を崩して。どうぞ。どうぞ、遠慮なく。そうか。来てくれたのか。こっちから顔出しをしなくちゃいけないんで。それはもう会いたくってね。秋茂が帰ったという話、聞いた途端に嬉しくってね。秋茂のことだから、きっと素晴らしい人間になったろう。 何しろ江戸は本場だし、その本場の江戸で五年もいて、秋茂ほどの人物だとすれば、これはもう何も言うことはない。男子三日、愛見混ざれば、というくらいだが、そこはまた、秋茂は格別さ。現にもうおそば用人じゃないか。出世も出世、他の者のとは桁が違うからね。五段飛び十段飛び、男子が出世をするとなったら、かくあれたき者だね。 何しろ昔は、百足違いなどと言われてさ。後藤には自分を知っているから、平気の平座でいる。言いたければいい。というわけでね。しかし、俺は睨んでいたね。秋繁は人物が違うってね。我々とは人間が別格なんだ。あれはいつか必ず名をなすにそういない。まあ、盲人は黙って見ているがいいってさ。これは地って言うが、事実なんだ。 いつかも、大森にそう言ったんだがね。あれに聞いてくれればわかる。俺は、日も覚えているが、本当にそう言ったくらいだ。そして今は、元に襲わように、戦国者さ。とすれば、俺もまんざら、目がないわけでもない、というわけだろうじゃないか言葉の合間ごとに、さも嬉しそうに笑い、鈴を鳴らして、茶をせきたて、 こっちが手をつけないのに、自分だけはせかせかとせすり、立っていったかと思うと戻ってきて座り、その間、ひっきりなしに喋ったり笑ったり、ほとんど口を入れる隙というものがなかった。ちょっと待ってくれないか。今日は少し話があってきたんだ。いや、あとあと、話なんかあとだよ。うんぞうは手を振って、 膝をすめて続けた。何はともあれ、祝杯をあげなくっちゃ、久方ぶりじゃないか。遠慮してくれると恨むよ。どうぞ楽に、どうぞ膝を崩して、自分の家と同じ気持ちになってね。俺は嬉しくって、こっちから挨拶に行くはずなのに来てくれてさ。しかも、お蕎麦用人に出世したのにさ、できることじゃないよ。それは、秋茂だから。待ってくれないか。 いや、待ってくれ。俺は宿杯などは出しても受けないよ。これではキリがないので、またしろうはかなり手厳しい調子でこうさぎった。からかわはびっくりし、目を丸くしてこちらを見た。宿杯を受けてくれないってはじめに断っておくが、俺は決してそば用人ではない。単に御用係心得だ。次に、 俺が来た要件多いよ。面倒かもしれないが、ちょっと五年前のことを思い出してくれないかそれは一体、五年前って一体。上中の爪の間で支配もいたし、他にも住人ばかりいたと思う。そこで俺を恥ずかしめたことがあるんだ。無能も、秋茂くらいになると、縁盗みに近いという方言。運造は、 覚えていたらしい。さっと額の方から青くなり、へえ、そんなことがあったかねと、笑ってごまかそうとしたが、顔がこわばって醜く歪んだだけであった。私はあれから、五年間我慢した。またしろうは、平静な声で言った。だが、どうにも我慢がならない。どうしても、忘れることができないんだ。わかるよ。 よくわかるよ。しかし俺は、決してそんな暴言を吐いたことはないと思うがね。だって俺は、そこ元の人物を知っていたし、はぐらかすのはよしてくれ。たくさんだ。彼はやや高い声でこう言った。例のないことである。運造は口をつぐんだ。それで俺は今日、条件を二つ持ってきた。その一つは上中で、あの時の人たちを集めて、そこでみんなの前で、謝罪してもらいたいんだ。 だって、それは、そんな、それはひどい。少なくとも、不審奉行ともある身で、それは、自殺するのと同じだよ。それはひどいよ。では、次の条件だ。こちらは、穏やかに言った。あさってはいけないけれども、他の人、時刻と、場所と、そっちで決めてくれないか。だって、どうしてそんな、そんなことを決めてどうするのさ。 私愛だよ。わかってるじゃないか。からか川は、飛び出しそうな目で、こっちを見た。もう一段と顔が歪み、唇が白くなって震え出した。それから、ごくっとつばを飲み、喉に何か詰まったような声で言った。まさか、まさか、そんなことははっは、<laughs> からかってるんだね。私のことを言うのなら本気だよ。うんは突然、 パット座を立った。あんまり突然だったので、またしろは思わず、刀の方へ手を伸ばした。しかし、それよりもはるかに早く、うんぞうはまるでつばめのように、廊下から庭へとすっ飛んでいった。この庭でか、よし。またしろは、刀を持って廊下へ出た。ところが、からかわうんぞうは、庭へ土下座をしていた。両手を地面の上へつき、その白い額を地面にすりつけ、 貧速にお辞儀をしながら、愛想するような声で、べらべらわびを言うのである。この通りだ。許してくれ。俺には妻がある。妻は俺を愛している。俺は死にたくない。悪かったら、この頭を踏んでくれ。蹴飛ばしてくれ。妻を引っ掛けてくれ。俺は、三文の値打ちもない奴だ。妻をかわいそうだと思ってくれ。金がある。いくらでも出す。許してくれ。 どうか勘弁して。俺の一生の恩人になってくれ。どうか、どうか。七。それから、中一日置いた早朝の五時。淀ド川の河原で、マタシは、狩りがを待っていた。すでに四月で、季節は晩春。河原は一面に草が燃え、足の芽が。 つんつんと伸びている。俗にそこは水車場と言われるが、水車はない。あったとすれば、随分昔のことだろう。城下町からは、小一里も離れているし、淀ド川の対岸は、もう、林潘領であった。あいつ、相当なものかもしれない。また城は、川波みを眺めながらつぶやいた。自信がなければ、 あれほどは言えないものだ。多分、決闘などの経験もあるんだろう。ことによると。しかし、俺だって、そうもろくは、これで、負けやしないさ。彼はふと、眉をしかめた。筋骨のたくましい、髭の濃い、目のギョロッとした狩りがの相棒と、あの合法な長老と思い浮かべたのである。 それはそのまま威圧的で力感に満ちて、闘志の塊のように感じられた。そうさ。それほど脆くは負けやしないさ。俺だってまさか。だわ、どうしたんだろう。もう起きそうな時刻なんだが。私郎は振り返って土手の方を見た。それから立っていることにややつかれ、河原の乾いているところを探して、 そこへ腰を下ろした。元空寺のらしい、八時の鐘を聞くまで待ってから、彼は諦めて河原を上がった。狩リは、とうとう来なかったのである。けれども、またしろうとしては、何か休養でも起こったか、家に病人でも出たのだろうと思い、帰りに二条町の狩リへ回ってみた。 そこで初めて分かったのであるが、油兵寺は火災を売り飛ばし、昨夜半、妻子を連れて、出本したということだった。私どもは、何も知りませんので、へい。愚直らしい下僕がそう言った。朝になったら、旦那もどなたも、いらっしゃらねえので、へい。家の中はご覧の通り、一時ばかり前に、クズ屋だの、 る道具屋が参りまして、昨日すっかり寝踏みをし、大仏も払ってあるということで、へい。何もかも持ち運んでちめいまして、私なんぞの虚銀の方はどうなるのか、どこへ願って出たらいいものか、そこのところをどうか一つ、へい。また城は黙って、狩りがの門を出た。信じられない。 あれほどの体験総合、単力そのもののようなあの豪傑笑い。あれだけの男が、果たし合いを恐れて逃亡する。家財を売り飛ばし、下僕の目をさえ忍んで、妻子と共によ逃げをする。いやいや、俺には信じられない。道を歩きながら、一人でまた死郎は頭を振った。これには、何か訳があるのだ。何か。 だが、彼は信じないわけにはいかなかった。狩りが湯平寺が出奔したということは、たちまち家中一般の評判になり、その原因について根もないような話が次から次へと伝わった。またしろは、密かにため息をついた。なんということだ。ため息をついては、浮かない顔をしていた。 けれども考えてみるに、これで五年来の懸案は、きれいに型がついたわけである。憂鬱になる理由は少しもなかった。そこでようやく腹を決め、本城町の松家邸お金城を訪ねたのであった。松家閣兵は、前に亡くなって、今は長男の閣兵が家を継ぎ、末席の老職を務めている。 よう、よく見えられた。どうぞ、お通り。各兵は、自分で玄関まで出迎え、自ら客前へ導き、坂を明じ、退座するまで喋り続けた。今度は大層な出世で、まあ当然のことではあるが、少しは遅すぎるかもしれないが、俗に大気番生とも言うくらいで、こちらでも内いは噂に出ていたんだが、 何しろ蕎麦用人とまでは思い及ばなかったが、殿はやはり中高と言われるだけご感式の高いお方で。それには我々もご敬服しておるのだが。ここでもまた、蕎麦用人という言葉が出た。からかわのはおんちゃらとしても、各兵は末席ながらも老色であるし、お世辞を使うような必要もない。そうだとすれば、 またしろはこう気がつき、相手の情絶の隙を見て反問した。私がお蕎麦用人に出世したとかおっしゃったようですが、私はまだ何も存じませんが、それはどういうことなのですかああ、まだ知らぬかもわからない。各兵はいい心持ちそうに頷ういた。殿から御意のあったのは7日ばかり前のことで、 それから我々重臣一党の閣議があって、そこでよかろうと決定したんで、正式の任命は四五日うちということになっているんだが、重臣方面にも評判はごく良いようなんだが。またしはさすが悪い気持ちはしなかった。けれども、仰向きは仰向きである。彼はまたしばらく各兵の上絶の切れ目を伺った上、 ようやくその気を捉えて、訪問の目的を述べた。ああ、おる。家におります。妹は独身でおります。話の腰を折られて、相手は妙な顔をした。何か用事があるなら、呼ばせましょう。はあ、実は。またし郎は、目を伏せた。実はですね、あの方と、お二人きりで、その、 降りったお話が、その、したいのですが。ああ、いいとも、いいですとも、降りった話結構です。すぐ呼ばせましょう。こう言いながら、各兵は立った。あれも困った女で、困ったと言ってはなんだが、あれは哀れな、かわいそうな女なんで、まだ、独身なんで、一つ。いや、すぐここへ来させます。 各兵が出て行くと、またしろはかなり昇心な体でじっとうつむいた。まだ、独身なんで、と言った。あれから十年近く、約束を守って、お金は独身を通していてくれた。あの時の約束を守って、お金は独身を通していてくれた。あの時の約束を守って、この、 またしろうのために。あの時、三重の話を断って、いいことをした。またしろうは経験に、そっとこうつぶやいたのである。彼の精神としては、その時、正しく経験であった。お金の真心に対し、その変わらざる誓いに対し、その一筋な純情に対し、 心から抵当する気持ちであった。純情の主はまもなく現れた。かなり時間を要したのは化粧をして着替えをしたものらしい。美しい派手な模様というか柄というか、目の覚めるような色合いの着付けでお白いを濃く塗り口紅を刺していた。そこへ座ると、 濃厚な香りがパッと広がって、あたり一面に充満して、また城は危うくくしゃみが出そうになった。ようこそ、秋茂様。ようこそいらっしゃいました。覚えていてくださいましたのね。ありがとう。嬉しゅうございますわ。彼女はこう言って、こびた流し目で、大胆にこちらを見つめ、 片手で髪をそっと撫でつけるようなポーズをし、またじっと見つめた。あなたも私のことなんかお忘れになったと思っていましたわ。私の方ではお噂を始終う伺っていましたの。悲しゅうございましたわ。私がどんなに悲しい身の上だか、あなたにはお分かりになりませんわね。いや、それで来たのです。 決して忘れたわけではありません。私は約束を忘れるような人間ではありません。そうですとも、お約束したんですものね。彼女はこの時、もう一方の手で、髪のもう一方をそっと撫でた。撫でながら横目でこちらを見た。それは優美なポーズであったが、同時にかなり農園であり、 一種むせるような感能的なところもあって、また素人としては、はからずも赤くなった。あの頃もそうでしたけれど、今でもやっぱり、あなたはゴミ乱よ。ありきたりの意味で言うゴミんじゃなく、お顔やお姿より、お体全体ね。こうして拝見していると、胸の奥の方がムズムズするような、血が熱くなるような、 体中をめちゃくちゃにしてもらいたいような、口で言うのが恥ずかしいような気持ちにおさせになるの。江戸ではきっと、たくさんのご婦人をお泣かせなすったのでしょう。知っていますわ。白状なさいましよ。そんな、私は決して。またしろうは、老狽していよいよ赤くなり、舌がこわばってきた。お願いします。そんなことはどうか。 私は、その、お約束を果たすために、その、はっきり申しますが、あの時のお約束では確か。そうそう、お約束が、ございましたわね。三十になるまで、待っていただきたい。私はあの時、こうお願いしました。三十になるまでそうです。今年はそれで、私は、 三十になったものですから。まあ。という叫びが、ジョーの唇の濃い唇の間から漏れた、驚きと喜びと、そうして一種の簡単のこもった声である。彼女は大きく見開いた目でこちらを眺め、かなり長いことを打ち眺め、それから初めて全てを了解したと見え、にわかに目を輝かし、 ちょっと身をもむようにして、大きく深くあえいだ。やっぱり、ああ、やっぱりあなたでした。わたくし、あなただけは、お信じしていましたの。あなただけは、お信じできる。男という男は、利己主義で、わがままで、卑怯だけれど、あなたお一人は、秋茂様だけは、お信じできる。 そう思っていましたのよ。嬉しい。やっぱりあなたは、また白様でしたわね。わたくし。もう。彼女は身をもみ、両方のたもとで、小娘のように顔を包んだ。生めかしく、色めいた身振りである。そこへ、廊下から1個の、まだごく小さい赤子がはってきた。ブブブー、あーう,う。 ばあばあ。こういう意味不明瞭なことを言いながら、すこぶる特徴のある配方で張ってきた。その道の人が見れば、それだけで将来を占うことができそうな、ごく特殊な配方である。そうして、ちらとまたしろの方を見て、何か気に入らぬとでも言った風な顔をし、ばあ、ブー、だあだあ。 こう怒った上、お金城の膝へ這い上がった。もちろん城は、この間ずっと話し続け、田元で顔を覆ったり、身をくねらせたり、また話したりしていたが、赤子が膝へ来ると、まあ、仕様のない子ね。と言いながら抱き上げ、派手な色合いの、美しい着物の襟へ手をかけ、巧みにぐいとをし広げ、 素晴らしく豊満なち房さを出して、かバいろをした大きな乳首を赤子に吸いつかせ、なおこちらへ恋のある流し目をくれて続けた。わたくし、いつもそう思ってましたの。またしろう様は、信頼のできる方だわって、夢にも二度か三度見ましたわ。本当よ、どんな夢かってことは。 恥ずかしくって言えませんけど、三度、いいえ、五度ぐらい見ましたわ。あ、痛い。そんなに強くすっちゃダメよ。め、ね、こっちの手は出して。ええ、本当ですわ。ジョーはそこで、演然と笑った。私、信じていましたの。男という男は、信じられないけれど、あなただけは、お信じできる。 きっと約束を守ってくださるって、信じてくださるでしょまたしろうはつばを飲み、目をそらした。頭がちらくらして、さっきよりも舌がこわばって、喉の中がかゆくなった。そこへまた一人、ようやく歩き始めたくらいの、ひどくこえた男のう事が入ってきた。あーたん 埋めよ。う、埋めよ。う。幼児はこう言って、嬢の方へよちよちと近寄って行き、べたべたの手で、その肩へつかみかかった。八。その時の、またしろうの心理を、正確に表すことは難しい。自分でもずっと立って、よほど年月をけみしてから、 それが一種の恐怖に類するものらしいということを、ごくおぼろげに、推察できるくらいがせいぜいのところだった。何しろ、侵入者はそれだけではなく、肥えた幼児の次には、三つくらいの、痩せた、赤毛の女の子が現れ、その後から四歳と五歳ばかりになる男の子が二人、互いに相手の頭髪のむしり合いをしながらき、さらに驚いたことには、 二番目に現れたのとうり二つ、ひどく超えている男の子が、やはり、よちよちした歩きぶりで現れた。目めようという、鼻声までそっくりで、またしろうは思わず、同一人物かと疑ったくらいである。右の六人が、お金城を取り巻き、掴みかかり、体をぶっつけ、お互いに、殴ったり、頭髪をむしったり、 一回たりし、泣き、わめき、鼻声を出し、ドタバタとかけっこをし、組打ちを初めて叫び、いや、もう、たくさん、もういい。またしろうは口の中で、どうせその騒ぎでは聞こえまいとは思ったが、ともかく、熟考の上で、という意味のことを述べ、お金城が引き止めるのを聞き流して、その座から脱出した。 あとで分かったことであるが、ジョーはあれから嫁に三度行き、三度とも不縁になって帰ったのだという。第一回に男の子を二人、二回目に女の子と男の双子、三回目があの父を飲んだ赤子で、これは離縁してから百日ほどにしかならないということであった。六人の子持ち、三度離婚。またしろとしては、 何とも言いようのない感じのものであった。お白いと、口紅の濃い化粧、派手な色調の着付け、ムッとするほどの強い香料の匂い。そっと髪を撫でたり、身をもんだり、両方のたもとで顔を包んだり、小娘のように、色めいた流し目をくれたりする死体。お信じしていましたのよ。あなただけは、お信じして、お信じ、 お信じ、お信じ。またしろうの、耳の奥の方では、長いことその言葉が絶えず聞こえていた。お信じ、お信じ、お信じ。それは、万家の孔になく、一種の蝉の声に似ていた。一種の蝉の声に似ていた。ご条系早飛脚を、やらなければならない。 彼はこう自分に言った。早くしないと危ない。これだけは早くしないと。あの人はそんなこともあるまいが。しかし、出歩してみてまた嫁に行っていたり、双子を産んだりしているとすると。ふうふう。それは自分としてもそこまでは付き合えない。早速、とにかく九魂だけ。一つ、早飛逆で。あの親切な 心のこもった。かゆくないところまで手の届く。三枝の温かい世阿りを思い浮かべながら、また四郎はまず、三枝とその父親とに、求婚の手紙を書き、ついで、一斉の勇気を振るって、お金城に、謝絶の手紙を書いた。もう一度面会し、口頭で断るほどの胆力は、到底彼にはなかったからである。 お蕎麦用人に、大せつけられ騒動うう。こういう事例が、<coughs> こういう事例が、正式に発表された日、またしろうは帰国して初めて、大巨寺へ行った。石灰汚将の墓は、すぐに分かった。代々の住職の墓の並んでいる、若葉の木々に囲まれた一角で、乱闘型の大きな墓石は、まだ、 新しかった。またしろうはその前へ行って立ち、おじぎをして、ちょっと笑っていった。しばらくでしたね、おしょうさん。いかがですか墓の下の具合は、どんなものですか彼はそっと、片方の手を振った。今だから、言いますがね。私は実は、ひところは、おしょうさんを、 おせっかい坊主だと思いましたよ。正直に言いますがね。ところが、あれから5年、帰ってきてみてですね。いろいろ、現実面に接してみて、驚きましたよ。まったくのところ、驚いたんです。またしろうは、桶屋町の裏長屋を思い、足軽に落とされた殿内を思い、胃が破けて死んだという兵後を思った。 豪傑笑いをして、夜半に逃亡した狩りが遊兵人。庭へ土下座をした雲蔵、うん。これらの人々の身の上の天変と清水。しかも全ては五年間のことである。この間、また郎は、三つなぎの百足違いで、人に馬鹿にされながら悠々とやってきた。そして、彼らがあるいは生活に破れ、 堕落しあるいは死し出本して、すでに人生を半ば使い果たしているとき、逆にまた郎は蕎麦用人にあげられ、結婚しようとしている。彼の人生は、実にこれから、始まろうとしているのである。セクコターね、セクコター。またしろには、石灰和尚の声が、聞こえるようであった。 ひじ枕をして、ごろっと寝て。酒臭いゲップをしながら、のんびりとおうは言ったものだ。じたばたしたとって、春が来ねえば、ええ花は、魚かねえ中こんだ。落ち着いてやるだよ。そうだ。何にもせかせかすることはなかった。ゆっくりと腰を据えて、するだけのことをコツコツとやっていれば、それだけのものは、いつか必ず、 身にめぐってくるのだ <music>。世間の人たちは、せかせかしすぎる。目の先のことで、じたばたしすぎるんですね、おしょうさん。それで帰って、肝心のものを掴み損ねるらしい。今になって、おしょうさんの言ったことが、わかったような気がします。仮にもしあの時私が、あの、松井へお金状を、うう、その、 またしろうの目には、ふと、松家邸の客間の、あの賑わしい光景が思い浮かんだ。彼はぞっとして、それから片方の手を振っていった。いや、とんでもない、とんでもない。私はやっぱり、この点でも、三つなぎに待って。うーん。いいことをしたと、思いますよ。